第557回12月9日木曜日救世軍オンライン祈祷会。聖書コリントの信徒への手紙1:13-4。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない。忍耐強いは寛容とも訳され、不当な扱いを受けてもあえて仕返しをしないことです。不当な扱いを受けるのはつらいことですが、感情に任せて反撃しても問題は解決しません。イエスは不当な扱いにすぐに復讐できるにもかかわらず、あえてそれをしないばかりか忍耐強く受け止められました。また愛は情け深いとあります。親切とも訳される言葉です。これは自分に対する不当な扱いを単に忍耐強く受け止めるだけでなく、そのような相手に対しても親切であることです。マタイによる福音書5:41。誰かが1ミリオン行くように強いるなら、一緒に2ミリオン行きなさい。忍耐強く親切を貫き、神の愛を示したいと思います。共に祈りましょう。今週の祈り1、神の愛に満たされてお互いを大切にすることができますように。2、コロナが完全に収束し新しい出発ができますように。3、クリスマスがキリストと出会う機会となりますように。私たち一人一人を愛していてくださる神様、今日もあなたの愛の中で生活できますことを感謝をいたします。忍耐強い愛、情け深い愛を持って今日もあなたに仕え、人に仕えることができますように力を与えてください。あなたの恵みをいつも受けつつ、あなたの愛に満たされて、この時代に一人でも多くの人たちにこの愛を伝えるものとしてください。特にコロナで苦しんでいる人にあなたの愛を届けることができますように。今この時代にあなたの愛によって生きる人たちが起こされますように。いつでもどこでもあなたが共におられ、私たち一人一人を愛してくださることを感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。